こさん、こんばんは。ありがとう。今日もさっきまでライブで、さっき帰ってきました。本当に今さっき帰ってきて、今に至る。でもお疲れ様でした。ってありがとう。明日と明後日もあるので、明日と明後日5、6、それでもう一旦バンザイジャパンの先輩方と共演するのはこの5、6で一旦終わりかな。またなんか A グループが遠征行ってた時とか、なんか半分ずつで活動する時とかまたあるかもしれないから、その時はまた「アシガルジャパン」も出させてもらえるかもしれないからね。まだ家じゃないの？家じゃないよって。お疲れ、ありがとう、お父さん。かけるもありがとう。こんばんじゃーい、ありがとう、こんばんじゃーい。なんかこの時間にやって人来るかなと思ったけど、どう？来てる？仕事から帰宅長女。もぐもぐしちゃった。今日は吉祥寺の方でライブだったんですけど、明日は新宿かな。で、あ、だるまだ。あ、だるま。ありがとう。だるま。ありがとう。明日はすごい撮影の時間遅くて、9時とかだった気がする。物販とか10時とかだった気がするから、明日は絶対みんな仕事終わりに来れるタイムテーブルになってるので、明日よかったら来てください。今日もライブ出たよ。はい、出ましたよ。結局全部の日にち出てるっていう。4本当は出ないって思ってたけど、なんか勘違いしてて出るっていう、出てた。 結局全部の日にち美濃は出てるので、美濃は1、2、2、3、4、5、6全部出ます、出てます。3日は2本目だけだったけど、そう出てるよ。 初チェキ、原研さん、初チェキ取ろうと思ってくれてるの？初耳だぜ。取って。初チェキ。なんかでも普段来てる人とかが、なんか他の先輩方取るじゃないですか。で、たまになんか、エミノって言われると、え、取ってくれるの？ってなる。取ってくれるんだみたいな気分で、ね、分かんないけど嬉しい。それめっちゃ嬉しい。初的しようよね。7890 数えてないよ。今日は髪の毛ちょっとここ三つ編みにして、ここある、見えないかな。でストレートで来ました。みのちゃん会う機会がないのよねって。本当？なかなかお休みが合わないみたいな感じかなってこと？見込みよきって頑張った。朝から、今日は朝からってか、お昼から。あ、天太郎さんだ。うん。とりあえず決め顔しとくっていう。いやあ、アバターリンさんじゃない？なんか今日はみんな結構、遠征、山口、福岡の方に遠征に行って、リンさんを見に行ってる方が結構いるのかな。グラッタレアとね、みんなでチキ取ったって。ね、取ったね。見たよ。
みたいな、とか私え、うん、バンドジャパンのメンバーの中で推しメンはもちろん笹さんなんですけど、レナさんは一番憧れな存在だから、うん、好き、うん、一番憧れかもレナさんが私の中で、であんまり本人には言わないけど、うん、一番今日は家の草むしりしてたの、AI に来てほしかった。家の草むしりも大切だけど早く終わらせてね、来てほしかった。今日5時とかだったよ。ああ、会いに来てよギャップさん、何食べてるのって、鮭甘太郎さんなんか手振ってる。みなこも山口帰ってきて、あー、みどりのりさん山口から今日帰ってきたのね。やっぱ結構あれだね、りんさんのラストを見届ける、見届けた方が結構たくさんいますね。うん、山口ね、どうだったんだろう。でもなんか写真とか結構アップされてたのは 見た東京遠いって、そっか、そうだよね、遠いよね。来たーって、まっちょんエミナムって、ありがとう、今日もありがとうございました。ギリギリに、え、もうね、めっちゃ嬉しかっためっちゃ嬉しかったよ今日、ありがとう。ぜひ最初に先生の健康診断って、健康診断を早く終わらせよう。健康診断って1日かかるんかな、なんか胃カメラとかやらなきゃいけないやつ。んー、たったたった、吉祥寺から帰宅中、あ、今帰ってんだ。えみのは吉祥寺から結構帰ってくの早かったね。でもあれからすぐ着替えて帰ってきたから早かったかも、早かったかもしれない。オロの親戚にならないかの答えは、親戚どういうことだ親戚って、それはなんか初だぞ、親戚ってどういうことなんかさ、よくさ結婚してとかさ、そういうのとかさ、よくお宅の人たち言ってるじゃん、親戚ってどういうこと正月にたまに集まろうってこと苗字が同じだから親戚にならないか、あ、そういうこと、なっちゃうか、いいよエミのファミリーを作ろうそういうことね。マッツンってやっぱ松田なんだ。マッツンってさ、やっぱ最初松つくよね。松なんとか、松なんとか、松村とかさ、松本とかさ、マッツンになるよね絶対絶対結婚しようなって、既婚者かいとりあえず離婚してもらっていいですかせやね、あだ名ね、あだ名、エミノはエミノンだよエミノンこと松田エミノですとか言って、エミノはエミノンだからあれだけど、結婚いいから紐になりたい、紐になりたい、紐になりたい働かないでさ、あの女性の家にあの勝手に住みつくみたいなハートありがとうキャップさん、ありがとうね。そういうこと、そういうこと、
紐になりたいってそういうことだよね。紐になりたいってそれみんななりたいよ。だって働かなくてもさ、いいんだもん。みんな紐になりたい。みんなも紐になりたいじゃん。だが断る。断られちゃった。未完成リップスパークさん、ともどもよろしくねって。よろしく。なんか一応自己紹介しようぜ。みんな知ってると思うけど、じゃん、足軽ジャパン愛知県の伝道師見習い松田美奈と申します。よろしく。なんか結構俺埼玉に住んでるしとか、神奈川に住んでたからとか、東京に住んでるからって言って、なんか埼玉とか神奈川の伝道師の子たちを推したりする人結構多いじゃないですか。でも私は愛知だから、なかなか愛知住んでるから推せよみたいな人はあまりいないんですけど、でもなんか昔愛知住んでたんだよねとか、愛知よく行くよみたいな人とかはちょっと気になってくれてるから嬉しいけど、伝道師とか関係なく意味の押してください。まあでも自分の同郷とかがやっぱり嬉しいけど、そういうのも取っ払ってでも意味の押してもらえるように頑張る。そして発表、ダダン、好きなキャラクターはスポンジボブとポムポムプリンです。イエーイ。ポムポムプリンのなんかお人形とかぬいぐるみみたいなのはなんか前もらったことあるんですけど、スポンジボブのグッズってなかなかなくて、だからもしスポンジボブのグッズとか見つけたらハッシュタグエミセツで紹介してください。ここにスポンジボブ売ってたよみたいな、スポンジボブグッズ集めてるので、ハッシュタグエミセツでスポンジボブのグッズがあったら教えてください。そしてこれ大事、一番大事なところ、はい、いちごと牛乳を愛してます。愛してるだからね、愛だからね、愛してます。でなんかいちご系のなんかお菓子とか飲み物とかそういうのとかあったら、それもハッシュタグエミセツで教えてください。なんかもうすでにいちごのいちごオレ飲んだよとか、いちごのタピオカ飲んだよってハッシュタグで私のエミセツつけてくれてる人いるんですけど、ありがたい。待って、エミセツってね、どんなんか教えてあげる。ハッシュタグエミセツ、これでよかったら紹介してください。すごーい。家にいたくないって、なんでどうした、家にゴキブリでもいるのか。ゴリゴリのゆっきゅすぎてクズがバレる。クズ。愛知県の伝道師来たー。そう、まだ愛知県は私しかいないのでちょっと頑張らんとね。よろしく、ありがとう。愛知県だったの知ってたけど逆に知らんかったんかいってなっちゃうね。愛知のアイドルの、わー、そうなの。じゃあもうマッツンエミの推しになるしかないじゃん。てかもうマッツンはエミの推しだよね。無理やり、エミの推し、エミの推し。なんか推し編は結構悲しいから、私もなんか推し変えてとかは言わないけど、推し増しはめちゃめちゃいいことだと思って。だってさ、好きな人が増えるってめちゃめちゃいいことだと思わない？私もちょっと年々推しが増えてきてるので。バンズジャパンだったらアサスさんなんですけど、他のグループさんとかにも推しがいるので、どんどん増えてきちゃうね、推しが。待っちゃう。でも推し増しはすごくいいことだと思う。好きな人が増えると本当にいいことだと思う。愛知同郷で、えやー、でもノリノリさんも耳の推しだね。同郷の人は強制的に耳の推ししてるっていう。愛知は住んでるから押すよ。
ありがとう。キャプさんに投げキス。私はもうね、東京だけど今は千葉の人だけどって、やっぱりそういうのは関係ないと思う。どこに住んでるとかは関係ない。やっぱり押したいと思ったらどこに住んでるとか関係ない。結構バンズジャパンはその都道府県の伝道師みたいなのがあるから、結構都道府県にこだわったりするところ多いけど、関係ないよ推しは。その人が好きだったら県とか関係ない。でその人が他の県の伝道師やってんだったら、それはそれで応援したらいいと思う。はい、よくできました、かわいいって。何スポンジボブかな。いやこれすっごくね上手に描けたのさ、このボブちゃんで。名古屋美味しいだろうけど、名古屋飯は美味しいからね。なんか名古屋のおすすめとか、なんか名古屋といえばって言ったらやっぱり食べ物ばっかり出てきちゃうだよね、うん、こういう味なんだろうね。なんか人気のやっぱり名古屋飯はいいよ、美味しい。おしもしは100人ぐらいまで OK ですか。もちろん。でもなんか現場に行く推しはどれぐらいだろうな。でもさチームだったらさ、推し増ししてもさ現場一緒だからさ大丈夫じゃん。なんだね、同じ現場だったらいいけど、他のグループさんとかで100人いたら毎回現場違うから、もうお金がいくらって思ったりなくなっちゃう。なるべく同じチームで推し増ししたら1回の現場でいっぱい好きな人に会えちゃう。スキッピウィンクできる人羨ましいな。えっと一練習して、いやなんか私別にウィンクできないんだよね、ジンさん。別にウィンクできなくて、なんかウィンクなんかこうかろうじて開いてるみたいな。こっち絶対できない。こっち無理。こっちがなんかかろうじて開いてるみたいな感じだから、写真撮るときにウィンクするってなったら、いくよ3、2、1みたいな。めっちゃギリギリまで開けてて、3、2、1シャッターを押しましたときにみたいな。でちょっとかろうじて開いててウィンクになるみたいな。でも剣は関係ないって。剣は関係ない。もう好きになっちゃったらもう関係ないよ、そこは。推しが好きすぎるから引っ越すも引っ越さない。エルケンさん、うん、推しがエルケンさんは大阪だから大阪に引っ越すの好きすぎじゃん。今年の8月はちゃって3回川崎、札幌、大阪、京都。今年の8月愛知であって、あ、川崎、札幌と大阪とか京都も行ったってこと？遠征は全然たくさんあると思うんですけど、なんか行ったってことかな。どうなんだろう。あ、行ったんだ、すごい。ん、今も山口と山口福岡遠征に行ってるんですけど、すごい行ったんだ。なんか大変だよね、東京では本当に毎日のようにライブをしてるバンズジャパンなんですけど、その遠征とかも結構行ってるので、なんだから今日は草むしりだ。そういうこと？納得だ。あ、あとなんか公式のツイッター見てくれたと思うんですけど、またタイのジャパンエキスポにまたバンザイジャパンの出演が決定しました。この間選抜でメイさんとあゆみさんとしおりさんとふみさんとサスさんが行ったと思うんですけど、うん、そう、それがまた今年も
今回も行けなんか決定したということで、公式のバンズジャパンの、ツイッター見ていただければ分かると思うんですが、私も後でリツイートするのでチェックしてみてください。すごいよね、また海外っていう、すごい。だからなんかまた海外に行ってそのバンズジャパンを広めるっていう活動の幅がすごい。で今回の選抜もあるので、みんな協力してね。川崎でめっちゃ合ってると思うって。川崎チッタだ、チッタかなかな、チッタだよね。また来てよ、もっといっぱい会いたいけど、まあ、でもなかなか愛知住んでたら難しいな。え、意味なく、あー、ひなさんごめんなさい、テルマここだっけって、そう確かそう。後でちょっと私もリツイートします。ちゃんと詳細とかなくするのとかいろいろ分かったらツイートするので、タイまで遠征ついなんかついてきてみたいなめっちゃ言えないけど、もう来てくれて嬉しいよね。あの大名さんたちがね。ビーでしたのが9月のパタヤだった。今年の9月ってこと、最近ってことなの。じゃあまだおしめ決まってないでしょって言ってもすぐおしめに、大さん来たよ来たよ来ちゃったよーって、来ちゃった、いらっしゃい、来ちゃって、どんどんもっとちょっとあちっとだよねやっぱりその時も、あの時はバンズジャパンも出てたし、足軽ジャパンも出てたっていうあのイベントでしたね。たーちったね。タイってすごいと思う。この間マレーシア行ってたしね。今もうその山口福岡遠征にあのバンザージャパンの半分メンバーが行ってるから、本当にすごい幅広い活動ができててすごいですよね。今の動きはお嫁さんの家の町巻き、え、どういうこと、どういう餅巻き、どういうこと、なんだろう、え、なんだろう、わかんない、ない、え、なんだろう、おめさんの家の餅、なんだろうそれ、餅巻きってなんだろう、何の時にやるの、何の時にやる、菓子巻きとかじゃなくて、お嫁に行くときに餅を巻くってこと。でもお嫁にさ行ってないからさ、屋根からあ、そうなんだ、うーん、あれだよね、結婚式場でさなんかとかでお菓子巻きとかはやるよね、なんかその結婚式のなんかそれ多分それだと思う、餅巻きを多分見立ててお菓子巻きとかはしてる、結婚式とかで。それって全国じゃないんだ、愛知独特なんだね、それを初めて知った。うん、お菓子巻きのが流行ってるかも今は。うん、その例えばなんだけど1階の会場があった2階から巻くとか、それはやってたかも。ケンネシアマさんありがとう。でもお菓子配ったって、いやなんかあいつはお菓子配るっていうよりなんか投げるって感じ、本当に巻きって感じ、うん、そんな感じ、渡すっていうより巻くって感じ。あ、たくまさんケミさんやありがとう。あいつ、あー確かに一番結婚式にお金かかると思います。なんか今は一番安くて本当に10万とか20万でできちゃうんですよ。そうで
でもなんか平均が200万ぐらいって言われてると思うんですけど、あいつだと結構本当に100万ぐらい高いと思う。うん、なんでこんな詳しいかというと、専門の時に、専門学生の時に、高校卒業してすぐか、高校卒業してすぐ結婚式場でアルバイトしてたから、そうめっちゃ詳しいの。なんかすごい人だと結婚式に800万とかかけたり600万とかかけたりするから、すごいよね。10万とかでやってる人もいるんだよ。なんかあの身内しか集めないとか、なんか本当にこじんまりやる人とかは100万もかかんないですけど、あの結構なんだろうね、愛知の人は派手なのかな、派手の中目立ちたいキャリアなのか分かんないけど、基本的に、うん、全部平均に300万以上はだよね。みんなこんばんざい、たまごさんこんばんざい、ありがとう来てくれて。ちったりあずさのまごちゃんからチラシもらいました。あ、そうなのか、みんなも今度渡すね。もらってみんなの分も、うちもうわ結構かかってる、何円だろう。でも大体平均がやっぱ300万とかそこら辺だから、それぐらいかけてるのかな。なんだろうね、それがなんだろうね、なんかすごい、そうなんだよね、愛知県。ゆめちゃん持ち歩くと八丁味噌ね。八丁味噌やばい、ベターなるけど大丈夫。ゆめや道具が豪華に見せびらかすためにガラス張りのトラックでゴムとか、ガラス張りのトラックなんてあるの。逆に見てみたい、何ガラス張りのトラックってすごくない。リリさん初見です、かわいいです。リリさん初見だって、リリさんいっぱいコメントしてってください。ハッシュタグで見せつって書いてある。自己紹介しようぜ、じゃあ初見ですって人がいたら絶対自己紹介するって言われますよね。じゃん、足軽ジャパン愛知県の伝道師みんなライン松田由美乃と申します。ツイッターはこれ、頑張ってツイッターマーク書いたからフォローして。です、よろしくお願いします。紅白枠のトラック走るからねって、紅白結婚式の時ってことかな。紅白があるならガラスもあるか。あいちゃんみみえっぱりだから、みえっぱりなのかな、なんだろう、目立ちたがり屋というか。だからかな、わかんないけど、障子であったらガラス張りのトラック、え、すごくない、割れちゃいそうじゃん、なんかぶつかったら事故ったらもうダメだ、バチ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 、ちょっと300万と口利きじゃん。2000枚。いやそれは、でもなんか一瞬だからね、本当に一瞬の一日の結婚式って長2時間ぐらいじゃん大体。だからその2時間に200万かける人もいれば、なんかそういう一枚一枚のチェキのね、そういう時間にお金をかける人もいるし、なんかお金のかけ方の価値観の違いが愛知は結構、ね、どうなんだろうね。初見です。さっきまで絡んでたのに自己紹介してほしいのか。いいぞ、はい、足軽ジャパン愛知県の伝道師見習い松田恵美乃と申します。ツイッターここに書いてあるのでフォローしてください。恵美乃です、恵美乃って呼んでください。そして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 好きなキャラクタースポンジボブとポムポムブリン、今テロップで流してるハッシュタグエミセツで、まあ、例えばスポンジボブのグッズだったりとか、ポムポムブリンのグッズだったりとか、なんか可愛い画像とかあったらハッシュタグエミセツでぜひ教えてください。そしてそしていちごと牛乳をこよなく愛するエミノでございます。イエーイ、
なんかいちご味のこれがあったよとか、牛乳味のお菓子あったよとか、今日いちご飲んだよとか、そういう本当にどうでもいいツイートでもいいんですけど、いちごと牛乳に関わることがあったら、それもハッシュタグえみせつでぜひ私に教えてください。ツイッターフォローしてるはずって、よかった、嬉しい、いっぱい絡んで。よくツイッターとかもファブリツとかめっちゃ欲しいし、あのコメントめっちゃ欲しい。なんかからかまってちゃんだからめっちゃかまってほしいの。僕もチャペル結婚式、あ、そんなことできるんだ、僕もチャペルって。でもなんかいいね、思い出詰まってるからいいよね。結婚後お披露目会があるからねって。え、そんなのあるの、すごいね。2000枚チェキ取って絶対結婚しようなって2000枚チェキ取ったらもう結婚するしかないね絶対結婚しようなって。あら、ゲンさん、とりあえずエミの推しになってもらってもいいですかねユミさん推しだからね。あ、知ってたですよねー対抗者に、対抗者に、対向車に転がった。後戻りにならないようにって意味でバックさせないのって。対向車、そんなにすごいね、すごいね、対向車に転がった。豆知識じゃね。メルティーキス、あ、いちごのメルティーキス好きだよ私も。またさ、なんかさ、キス、なんかさ、メルティーキス、なんかイメージかな、なんかあれイメージだけど、メルティーキスのイメージは冬だから、またこの季節結構メルティーキス出てくるよね、コンビニとかグズラーってあ、ゆらさんだ、こんばんは、ありがとう来てくれて。うちの娘はいちご好きだから、ゆらちゃんと実質やめということでよかったですか。うーん、ダメウケる、夢、嫁もいちご好きなんだね、ニコイチじゃん。キャップさんとじゃなくて、私がキャップさんの奥さんとニコイチいちご同盟だ。メディキス冬だけでできないか、ようやく俺のできるじゃああれなんだ、メルティキスめっちゃ好きなんだってことだよね。なんか嫁取り、お腹と言って名古屋もらいたいです。へえ、そうなんだ、めっちゃ詳しいじゃん。ちょっと気になる、でもそのドラマ牛乳はあれだ、あれあれだけどって、牛乳は何、断られたキャンプさんもいちご好きになって、じゃあそれならキャンプさんもいちご好きになって、いちご大好きだから同盟入れてて、入って入って、いちご同盟組もう。もういちご好きな人に悪い人はいないからって勝手に思ってんだけどいちご同盟組もう。いちご好き好き同盟、人気を出てバックしないみたいって、ああそういうことね、縁起物的な。いちごは好きですねっていいじゃないですか。なんかいちごの結構つぶつぶとか苦手な人多いから、え、なんでいちごみたいなとか言われることとかも結構あるから、いや、つぶつぶが美味しいんだよ。嫁さんお菓子箱買い大人買いじゃん、いいな、私もやってみたい。ハッシュタグエミノといちご好き同盟エミノとも入れてくれてんの、それはやばいエミノのことも好きってこと、ね、私はいちご好きだけど許してないもんね悪い人ではないよね。今何時、なおください、バックすなわち出戻りだから、そうだよね、そういうことだよね、いいことあんまないってこと。牛乳、いちご牛乳の中に入れてすり潰して食べるね。ね、待って待って待って、私も同じ食べ方した。なんかいちごとかをなんか潰しながらちっちゃくして牛乳入れて砂糖入れて食べるとすっごい美味しいの。
いちご食べるときいつもそのやり方で食べてた。やっぱ練乳とかも王道で美味しいんですけど、ね、めっちゃわかるそれマジで本当に。めっちゃわかる。なんかちょっとただちっちゃくいちごを切るんじゃなくて、ちょっと潰しながら切って小さくしてって、そこに牛乳入れて砂糖を入れて食べるのがもうそれ、いちごの食べ方イコールそれだった。めっちゃ美味しいよ。じゃあ作るくらいいちご、めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きよ。真のいちごじゃん。いちごマニア、真のいちごマニアがいる。なあ、ありがとう。あ、30分経った。ではではゆうらさんとの会話エミノといちご好きのハッシュタグでいちご関連ツイートするエミセツもハッシュタグしてほしい。今テロップしてるエミセツ、そう、同盟増やしてこうねみんなでそれをリレさんが広めてもらって同盟を増やしてこう。エミノといちご好き同盟を増やしてこうね。会員000エミノ会員001リリさんみたいなもっと増やしてこう。だからリリさんがいっぱい広げてくれたらね嬉しいね。いちごはそのまま食べる、それもマジでうまい美味しそうで美味しいよ、すごい美味しい。いちごはそのまま食べる、うまい美味しいんだよね、そのままでも。どれがすりつぶすなんとかのスプーンがいいの、あ、すりつぶす用のスプーンってこと、それは神。でも私もなんかね、いちごのねパパパパで粒の形したスプーンあったな。悪い人では、ああそういうことね悪い人ではない、意味深な回答で、ね、ビックドンキーのやつもいちごミルク、ビックドンキーに売ってるいちごミルクだよね、ペットボトルの。あれさ、もっと売ってほしくないの、なところに。もういちごミルクでなんかコンビニでもいちごミルクのパックのジュース売ってるところと売ってないところがあるから売ってほしい。いい人でもないってことですねいい人だよゆうなさんは、もう大好き、ありがとう、いい人。オッケー、ミスチもタグつけるわ、お尻怒られちゃうね。でも私は推し編は嫌だけど推しましはいいと思うから、推し編してるんじゃない、推しましや普通の人って、普通の人、あ、そんなのやってくれたんだ、受ける、ありがとう。告白ですか、照れます告白、みんな告白するときは、もしイミノが本当に告白するときは100本のバラを持って告白しに行きます。男の人みたい、男の人のプロポーズみたい。ちなみにお指名は、あ、マリアさんなんだね。マリアさん優しいから大好き、本当にすごいいじってくれるイミノのことイミノーンとか言って可愛い、本当にめっちゃ可愛い。100人押しても大丈夫、これわかんないよねみんな、100人になっても大丈夫ってやつね愛知県みんなわかる、えってうんってバラ持ってますねって、ゆうなさんがバラ持ってるの稲葉の物置で知ってんのみんな、本当に上手で可愛いですが、エミナもか可愛いって言われることあんまりないから照れちゃうんだよね。ありがとう、なばな組なんだね。推し変じゃなくて推しましだったらいいと思う、絶対かわいいです、嬉しい。私が持っていくんですか、違うよもしエミノが本気で告白するときはバラを持っていく、一輪のバラとかなんかかわいいかな、好きです、付き合ってください、はいみたいな感じで一輪のバラ渡すのかわいいね。私の推しとはて、ゆうなさんの推しはエミノだよ、生田組です、推しもしやしない主義だけど好きな人多いです、推しはマリアのみ、あ、そういうことね、推し名はしてだけど応援してるアイドルさんはたくさんだよってことかな。本当私服あったかさ、これなんかタートルネック、トータル、ん、なんでやの、トータルネック、タートルネック
タートルネックかを今年も着ちゃいました。そんなやったらやばいですよねって。やばいでしょ。 BG メンバーに好きな子多い。でもバイナージャパンはみんな本当に魅力的だから多いのはしょうがない。タートルネックだよね。タートルネック。エミナは好きな人ができたら告白できる感じ。それできないんですよ。そうできないから、本当にガチで好きな人ができた時は、うん、でもできないな。でもできないけど毎日好きって言っちゃいそう。今日も好きみたいな。いやでもちゃんとした告白ってのはできないと思う。やっぱ男性からしてほしいじゃん。そこ甘えちゃうじゃん。他のアイドルはそこまで、あ、本当バンザイジャパンってか、バンザイジャパンとか足軽ジャパンとか、それだけが好きみたいな。もう真の大名はそこしてさ、こんとこにいますね。ありがとうございます。真のバンザイジャパンファンみたいな。ニット似合う、ありがとう。このニットのこれめっちゃ見て、ほら可愛い、こうやってやった。これスクショタイムじゃない、ほら。タートルネック着ちゃったよ、エミナも。ほらめっちゃスクショポイントだったんだけど、スクショ萌え萌えポイントだったんだけど、スクショ萌え萌え。でも冬は結構ニットのこういうちゃんと首あるタートルネックが多いかも。ニット似合うは嬉しい。ターン押しは7人までって会話書き。そうなの？何人までなんだ。告白とか行くものですよね。私もそうですってね。その方が嬉しいよね、やっぱり。 BGAG がいいって。転職した職場です。宣伝してくれてんの、やばい。それは嬉しすぎる。このグループやべえよっつってね。かわいい、ありがとう。取れた。ありがとう。他のアイドルさんもめっちゃ興味ありますって。だってさ、他のアイドルさんもかわいいんだもん。ほんとにかわいい。前袖今コムが長めの、それはやばい。確かにね、なんか女子って感じだよね。こういうの寒いの温めてみたいな。みんなエミの推しになって。そしたらみんななってくれるかな。白ニット、エミナのニックリ笑顔かわいい、惚れた、好き。好きだって。好きは照れる。燃えそうで。朝は早起き、エビスツ。そう、なんか結構なんか目覚めちゃって、その時間におはようツイートするんだけど、6時とか7時におはようツイートしてもやっぱみんなまだ起きてなくて、9時10時ぐらいが一番反応がいいかと。そんな可愛い顔しても好きやって。好き？どんぐらい好き？一番？だからみんなの一番になれるように頑張ります。やっぱ笑顔になれた、ありがとう。いっぱいかな、落ちた。笑顔になってくれてよかった、ニヤニヤ。私は可愛いだけで押せません。あら、おもろさも必要。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねんみたいな。違う。可愛さもそうだったりするんだけど、面白さもやっぱりいるからみたいな。早起き、みんなはおばあちゃん。おばあちゃんじゃないよ。でもそっから二度寝とかしちゃうんだけど、なんか6時とか7時に普通に、おはようってツイートする。5時起きは早いな。6時起きてるか5、6、ね、分かる。なんかさ、あのベッドから出れないんだよ。めっちゃ分かる。押せるって。押せる。
ちょっとすごい配信長くしちゃった、ごめんね、ありがとう。たまに勝手に5時に起きるって、えなんかでもそれすごいわかる。私はなんかいつも起きてる時いつも起きてる時間に起きてしまうって、夜中に寝てもってこと？じゃあなんかショートストリーパーなのかな、ちょっとでもちょっとでも寝たら回復しちゃうタイプかな。おばあちゃんじゃない、いやもしやなんでやねんせめて性別は女にしといて二度寝できなーいって、二度寝しちゃうんだよね、なんかゴロゴロしてたら寝ちゃってて二度寝しちゃうんだよな。かけるもショートストリーパータイプだった。じゃん、最後にライブ告知だけさせて、ほらごめんね手書きで明日と明後日5と6ですね、新宿さんと渋谷、新宿渋谷にてライブあるので、あの明日は結構本当に時間が遅いから、あのお仕事終わりに来てほしい。物販とか10時20分ぐらいまでやると思うから来て、明日明後日もお仕事終わりに来れたら来てほしいです。エミの予約でね、もちろん松田エミの予約じゃないとダメだからエミのキャラが分かってきた。そう、どんなキャラなんだろう、なんか分かんない、自分で分かんないけど、どんなキャラなんだろう、分かんないな。休みの日でも仕事の日と同じ、なんかもう体ができちゃってんだね。ただ休みなら何度も寝れる、一回起きるけどってことか。スクショツイートするの、エミセツつけてツイートして、うん、エミセツいっぱい使って、ショートスリーパーの時もあるし、長時間寝る時も、あ、そうなんだ。ショートストリーパーの人いいよね、ちょっとなんか寝てハッて起きたらもう活動できちゃうみたいな。明日、あ、うんうん、あ、うんうん、来れるなら来て。エミの予約っていつするものなんですか？ライブ来る前です。ライブ来る前に予約フォームから松田エミのっていうのをポチって押しまって、そのまま登録します。その時の体調、あ、まあ確かにそうだね、私もちょっとなんか頭痛いって時とかってすぐ寝れちゃうもん。じゃあ後で、見せつついてありがとう。サプライズはダメ、なんかそう、もしこれからなんか大遠征の選抜とか決めるのになんかポイント制だったりするんですけど、一人の動員数すごく大きくてポイント数とかだから、うん、結構いてほしい。海のように十輪トイレでありますようにって、1月14かな、来れるかな、あれも平日だからね、微妙なんだけど会えますように。サプライズで怒るよ、月はちゃんとよくして。よし終わるかな、急に終わるやんっていうね。明日と明後日来れる人いたら教えてね。じゃあ予約なの、うん、チェキとかそういうのとかもいろいろあると思うんだけど、もう予約が一番多いと思う、ポイント数が。あとなんかバズジャパン全体の動員数とかもやっぱりイベント遊びとかで見られたりするから、あ、次呼ぼうかなって思われるパフォーマンスをするのはうちらで、それで入ってくれるんだったら、入ってきてくれたら結果にもなるしね、それはそれで嬉しいし。最近よく怒られてそうだよ、まあすみのまたねーって、またねまたねーって、チェキちゃんとってるはず、チェキが当たってくれてます、ありがとう嬉しい。そう、また多分タイのツイートをまた後でリツイートするのでチェックしてみてください。そして明日と明後日もよかったらライブ来てほしいな。今日も違うよねって、でもなんかチェキ取った人に入れれるわけじゃなくて、自分で言わないと誰々に入れますみたいな。そうそう、なんか大遠征がまた決まって、あの公式のバンズジャパンのツイッターで大遠征のことがまた載ってるのでリツイートしますだからまたどんなメンバーが行くとか、
そういうのとかもまだ全然決まってないんですけど、タイ遠征のそのタイ、なんだっけ、ジャパンエキスポかな、アイドルのいっぱい来るやつにまたバンザイジャパンが出演するっていうのが決定した。拍手私に入れってタイに行く、ゆうなさんも、じゃあまたチキちゃんさん撮ってイチャイチャしようね。うん、チキを撮ってくれてイチャイチャしてくれるあの人は結構好き、ありがとう。終わるかな、明日明後日で、明日と明後日来れる方いただきだね。で今日はいい推しの日だから、みんな推しメンの写真をハッシュタグいい推しの日でツイートしましょう私も後でツイートするからチェックして、ね、いい推しの日でみんなチョキ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 なんです、チョキ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 なんです、チョキチョキチョキ行きたばっかって、みんなありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、エミセツいっぱい使ってね。以上、松田恵美奈でした。バイバイ。なんかすごいいっぱい長い時間やっちゃった、ありがとうみんな。終わります。今日もみんなと夢で会いますように。おやすみなくてー、バイバーイ。3、2、1、バイバーイ。